The IST's Integrated Microsystems Research Center is working on large area touch sensors using textile integration technology. At Nanotech 2011, the center presented the latest results from its research.基本的にはですね、まず糸を、機能性のあるファンクションを持つですね、糸を作るという技術をやって、それを組み合わせる形で大面積の布を作るということで、糸の加工技術と、それからそれを折って、ある集積化をするという両方のアプローチを行って、こういう多面積の、例えば立ちパネルのセンサーというものを作っています。The research group uses dye coating to form a continuous layer of organic conductive polymer on nylon fibers. Then a machine is used to weave the fibers into a continuous sheet that's 1.2 meters wide. At Nanotech 2011, the group demonstrated text entry using a touch sensor, which works by measuring the static capacitance between the sheet and the user. 特殊な有機導電膜というものを精密に塗る技術というのを開発して、さらにその上に電気を通さないですね、薄膜を塗ってこういう立ちセンサーに使えるような導電子っていうんですかね、導電の糸を作りましたというところがポイントになります。最終的にはやはり切れるものとかですね、来てその人の周りで、センシングしたり、あるいは 情報のやり取りしたりというところに使いたいというふうに思ってるんですけども、最初の段階はおそらく介護なんかで使うような、人のベッドの上だとか、シーツって言ったりですかね、そういうところに使って床ずれしたりとかですね、ベッドから落ちたりっていうような問題もございますので、あるいはリハビリテーションなんかっていうのも人の歩行をですね、見るとリハビリに非常に有効ですので、そういったところにですね、最初は応用ができればというふうに考えています。DIGINFO News.